のつい先日夜中3時半ぐらいに DJ 社長から悪魔の電話がありまして、出版の打ち合わせをそのローリングラウドの VVI テーブルでやりましょうと。Ladies and gentlemen, welcome to North Village!はい、ノースビレッジの北里洋平です。とうとう来たなこの時がということでですね、今僕タイにいます。なんでタイにいるかというとですね、ほんのつい先日夜中3時半ぐらいに DJ 社長から悪魔の電話がありまして、洋平さん、あのローリングラウンドタイの出るんですけど、VVIP テーブル150万円のテーブルがちょうど直前でキャンセルが出ちゃったんですと。よかったらタイに遊びに来ませんか、友達8人であれすれば1人20万ぐらいなんですよ、という電話が夜中の3時半ぐらいにありまして、とりあえず分かった行きますと返事をしたものの、よくよく考えたらその場でなんとか一緒にタイに行ってくれる友達を探したとしても、さすがにじゃあ20万ずつで割り勘でって言いづらいなっていうことで、じゃあどうせ155万俺が払うことになるんであればということで DJ 社長に言いました。さすがに、まあ、友達と純粋に楽しみに割り勘でみたいな行くことはできないので、出版の打ち合わせをそのローリングラウドの VVI テーブルでやりましょうと。世界一高い出版の打ち合わせっていうことで、もう少なくともそこで本の発売日とタイトルだけ決定させてくれと。でそういう打ち合わせができるんであれば、その155万テーブルを押さえていきますって言ったら、あざまーすという返信があったので、まあタイに来ました。これはね、全ては出版のうちは全然遊びのためじゃないです、これからローリングラウド2023タイランドに行くんですけど、僕ら多分飲んだり騒いだりしてると思いますけど、それは出版の打ち合わせというね、世界で一番高い重要な打ち合わせということでですね、これからパタヤの方に車で2時間かけて行きたいと思います。果たして DJ 社長は本当に本の打ち合わせをそこでさせてくれるんでしょうか。できればそこで本の発売日とタイトルを今日中に決定したいと思ってます。決定できなかったら155万そのまま損失、いや飛行機代とか言ったら200万以上だよね、大損失なんで、いずれもその打ち合わせを成功させたいと思います。行ってきます。これからですねパタヤに向かうんですけど、武装してます。なんで武装してるかというとですね、今タイは水かけ祭りというのがやっていて、もう街を歩くとみんなガンで打ち合う、水ですけどね、打ち合うという、もうなかなかびしょびしょにならずにして街を歩くことはできないようなとこなんで、僕濡れるわけにはいかないので、これであの自分の身を守りながらねパタヤに向かいたいと思います。行ってきます。あ、敵がいた。Wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all.And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. 大迫力です。さっきちょうどトイレ行くときに知り合いの子に話した。Fight to die, and this is my game to play, to claim a brand new
And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? Thanks so much for coming. Please go home safely. I don't forget to always walk on the wild side.